はい、こんにちは。今日は耳コピー系というかコードの聞き取り系の動画にしたいと思います。聞いてもらったらちょっとわかると思うんですけど、こういうこういうハーモニーを聞き取るコツです。コードとして、今までの、耳コピーができるようになるための、動画の再生リストというのがあって、そこに、キーが分かる、キーというのはドレミファソラシド、ドレミファソラシドっていうののいろんな調の12個のキーというのがあって、その中のこれは G っていうキーなんですけど、 G っていうキーで分かって、ベース音が分かると自然にこの基本的にはこの和音、この場合は G の和音が、想定される一番可能性が高い和音になるんですけど、 G がベースで鳴ってる時に。でもこう G がベースなのに違うコードが鳴ってる場合の、音の取り方の、考え方ですね。でこのコードはどうなってるかというと、 GDCDG っていうコードがあって、それがベース音が、ルートの 1の音で、トニックって言って、トニックペダルって言うんですけど、ここでトニックペダルで持続している、 G で持続している。こういう和音、ハーモニー、コード、展開系で言ってもなんか聞いたことあると思うんですけど、こういう系のハーモニーですね。本来はこう、これは1度、5度、4度、1度になっているので、1度、5度、4度、1度、1、5、4、1っていうハーモニーが、ベース音はそのまま、こういうベース音で来てたら、あ、キーが分かればだいたいこういうコードという想定はつくんですけど、ベース音がこのまま鳴ってるとハーモニーがまた違った感じに聞こえるので分かりにくいと思うんですけど、こういう時は上の中で鳴ってる音を頼りにする。このハーモニーに関してはこういう鳴ってるハーモニーよく聞くので、少しやっぱ慣れるっていうのも大事なんですけど、で聞こえてくる音っていうのはドレミファソラシドって考えたときに、ドシーっていう音が聞こえてきます。ドシーっていうのと、ミドレミミレミレミレドドシーミレ、これが聞こえてきたとき、このハーモニーの可能性がだいぶ高いと。で、あとは次はシラと、レド、こういう音の鳴り方が聞こえてきたときはこの C に行った可能性が高い。こういう感じでなんかイメージを捉えていくといいと思います。あとは例えばこの D に行ったときに、こういうハーモニーが鳴ってるときに、左手はもう G を弾いてる感じなんですけど、この G の151時に、似てるコードとしてはドシってきたら、あ、 G から G メジャーセブンに行ったのかなっていう思う時もあるんですけど、ここはハーモニーはこういうハーモニーとこういうハーモニー、ちょっと何回か聞いてもらったら分かると思うんですけど、ちょっとシャープな感じがするのか、ちょっとまろやかなのかとか、なんか自分の中でちょっとした違いをイメージをすると、比較的このコードがD とかに行ってる時の方が、シンプルな響きになってる感じが強いって思います。シンプルな、強力な感じ、メジャーセブンだとちょっとまろやかな感じというか、でそうですね、 C に行く時は大体まあこういう C に行くという感じなので、ここは結構違いが出るところですね。こっちの方がこう
メジャーセブンなのか D4G なのか、この違いをは慣れていって、聞き取りしていくようにしていくと、大体まあそのコードどっちでも多分成り立つと思うんですけど、ここをちょっと引き分けたりすることができるとハーモニーの感覚がちょっと優れてくるかなと思います。これは ただの一例なんですけど、こういう持続音があるときに聞き取るポイントっていうのは、こうあるときにミレドとか、この鳴ってる音のトップノートとか内声のメロディーの動きを移動度で考えたりすると、比較的その探し和音が探しやすくなったりすると思います。はい、今日はそんな感じで、ベース音が一つだけだった時も違うコードの可能性がある時、それは移動度でした時のメロディーの動きっていうのとのパターンとの組の慣れで分かってくるっていう話でした。ありがとうございました。